元2世紀宮中に入り、何としても董卓を討つが、それでももはや官室の力は戻るまい。この連合軍の中から次なる野心が芽生えぬとも限らんな。知れたことよ。お主とてこの戦で何かを得るつもりであろう。死刑の私は名門円家の王座として官室を支えるべくだな。なるほど、名門とは忠義に厚いものなのだな。その通りである。この戦で見定めねばならんだな。わしがこの先戦わねばならぬ英雄を。逆進、董卓とその一派を壊滅させる。進め、官室の平穏我らが取り戻すのだ。敵将討ち取ったり。制圧した。取ったり。
まあこの戦は勝って当然。どうした毛徳。書こうとんよ。この乱世一筋縄ではいかぬようだ。曲がりなりにも名士の退任を全うした炎章、武勇随一を示した孫権、そしてあそこで人の輪を作っている劉備という男。なるほどな。だがそれ式で揺らぐお前ではあるまい。当然だ。とはいえそれを支える力が必要なのも確かだがな。元より承知の上よ。